私の強みは聞こえないこと。何にも聞こえていないで。今ここは音楽が流れているの。今ここは静かなの。そんなことも私にはわかりません。でも私はこの音のない世界から見えてくるものを楽しんでいます。小学校4年で右耳が聞こえなくなり、高校2年生で左耳も聞こえなくなりました。両耳とも音を失って27年。今自分が出している声の大きさもわかりません。皆さんに私の声は届いていますか？ありがとうございます。皆さんは人と人とのコミュニケーションを楽しんでいますか？私はいつでも誰とでもコミュニケーションを楽しんでいます。もし皆さんが私と違うとしたら、それはきっと音声だけしか使ってないからではないでしょうか。私のコミュニケーションは、音声のほか、手話、筆談、空間に書いたり、音声認識のアプリを使ったり、口の形を読み取ったり、それから、顔の表情、例えば、眉毛の上げ下げ、眉間のシワ、目を大きく見開いたり、細めたり、頬の動きとか、首の傾け方、体の動作や動き、呼吸など、全部で15種類以上もあると思います。もっとあるかもしれません。これだけたくさんあると、コミュニケーションもワクワクすると思いませんか？音声に頼られない、音声に頼れないって、自由なんです。私は耳が聞こえません。でもきっと皆さんよりもコミュニケーションを楽しんでいますよね。そして私は必ず相手の目を見ます。私にとってのコミュニケーションはすべて目で捉えていいのです。見えることが大切なんです。目と目を合わせることからすべてが始まります。私は自分のコミュニケーションを対話と呼んでいます。対話とはもともと二人の人が向き合って話をするというだけの意味です。でも私にとっての対話は少し違います。まず、目と目を合わせ、お互いの思いや価値観を言葉にして紡ぐことで、お互いの言葉が響き合い、そこから生まれる思いを分かち合い、自分を、そして相手を信頼する、深いつながりを作っていくこと。これが私にとっての対話です。向き合って話をするだけではなくて、相手を見て強い信頼関係を作っていく、このプロセスすべてなんです。私にとって聴覚を失うとは、耳で聞いて声で話すという会話の手段を失うことと、人とのつながりも失うということでした。私は聞こえていたいのに、音がどんどん遠出かっていきます。砂浜の砂を、すくっても、指の間からさらさらとこぼれ落ちていくように、
風の音も、音楽も、弟や妹の笑い声も、少しずつ聞いていきました。そして、両親が私の名前を呼ぶ声も、皆さん、想像してみてください。自分の名前が呼ばれても聞こえないんで。もう私は誰からもカリンと呼ばれても聞くことはできないんで。もんじょと。みんなが笑っているのに、私だけわからない。何を話してるの？何が面白いの？また聞こえない。誰も信じられない。聞こえていた自分がいなくなり、残されたのは音を失った自分。だけど、それでも、誰かと繋がりたい。繋がりたいのに、繋がることはできない寂しさ。冷たい湖の底に、一人で沈んで、静かな孤独感がありました。そこから感じる気持ちや思いを文字にして書くことにしました。こちらは私が中学生の時の担任の先生とやり取りをした生活の音です。心の中にあるモヤモヤや言葉にできない思いをたくさん書いてみました。どんなことを書いても受け止めて返事を書いてくれる先生とのつながりがたまらなく嬉しかった。高校生になっても日記を書くことで文字にして書くことを続けていきました。どうしたって、つながりたい私がいたのです。相手に言ってることを知りたい。つながりたい。信じたい。この思いが、今私が誰とでも、楽しく対話をしたいと、つながりたいと思う原点です。知りたい。つながりたい。信じたい。高校を卒業した後、私は大学に入って初めて自分以外の聴覚障害者と出会い、音のない世界でもコミュニケーションができることを知りました。そして、誰もが一緒に楽しむためのユニバーサルでいたいという考え方を知り、それをライフワークとして結婚、出産、子育ても20年、一段落ついたところです。今では聞こえない人生を楽しんでいる私ですが、そんな私にも聞こえたいって思ったことが一度だけあります。
それは、子供が生まれたとき、生まれて初めて泣いたとき、生まれて初めて笑ったとき、生まれて初めて声を出したとき、私は聞こえたいって思いました。3分でいいから、聞こえたら、その声を記憶として刻み込み、一生忘れないのにって思いました。私は、ぎゅっと抱きしめて、その声を全身で感じ取りました。私の思いを全身で伝えてきました。だから、今も私は全身で対話をしたいと思っています。3年前、日本で初めて、音のない世界で言葉の壁を越えて楽しむエンターテイメント、ダイヤルウィンサイレンスが開催されました。音を遮断する特別なヘッドセットをつけて、聞こえる人も聞こえない人も、外国人も、大人も、子供も、一緒に言葉を使わずに、顔の表情やボディーランゲージで対話をするのです。聞こえる皆さんが、大人ない世界で対話をすると、どうなると思いますか？その空間を案内するのが、私と同じ聴覚障害のある人たちです。私は、3年間で、1万人のお客様を見てきました。私が、お客様を見ると、お客様も私を見ます。私が微笑むと、お客様も微笑んでくれます。私が視線を移動させると、お客様も同じものを見ようとします。私が、ボディーランゲージで伝えると、お客様も一緒についてきてくれます。同じようにお客様もボディーランゲージで伝えてくれようとするので。最初は緊張していて、体が固まっていたとか、無表情だった人たちが、目を合わせることができるようになり、手が伸びて、足が伸びて、いろいろな動きができることを、体が思い出したようにして、体全部で伝えてくれるようになるのです。そう、いつも私が楽しんでいる対話と同じように、こちらは、私が音を失いつつある時の日記で、普通が良かった。普通が良かった。どうかどうか聞こえるようになりますように、この言葉を何度も何度も書いてみました。聞こえてさえいれば、誰とでも話ができる。聞こえてさえいれば、誰とでも
つながる。でも、聞こえるとか聞こえないが、対話の本質ではない、本質ではないのです。まず、目と目を合わせて、お互いの思いや価値観を言葉にして、全身で伝えることで、強い信頼関係を作っていくプロセスすべてなのです。それは、お互いにとって、心地よく、もっと対話を重ねていきたいと思われるものです。今日はたくさんの人が集まっています。この後皆さんは、初めて会ういろんな人と、まず、目を合わせてみてください。そこから対話が始まります。あなたは今日、誰と、目を合わせますか？ありがとうございました。